本では亡くなった方の魂がその家に住み続けるという考え方が割と主流です。ですので事故物件が取り憑かれていると思って住みたがらない人っていうのは多いですね。日本の総理大臣が総理大臣官邸に住みたがらない理由も噂レベルですけど、過去の総理が暗殺されたからだと言われていたりします。日本の風習では孤独に亡くなった人や自殺者や殺人の被害者には亡霊になって帰ってきて取り付くと考えられています。こういう物件のことを分けあり物件もしくは事故物件と日本では呼んでいます。こっちは遠いか。いや、これも方面としてはあ、ほんまですか。一緒なのでこれで行きましょう。事故物件を紹介する専門の不動産会社やウェブサイトも存在し、家賃も通常の物件よりも安く出ています。半年前のホットで言われますよね。2軒とかでも大丈夫ですか？はい、2軒とかに最悪なっても大丈夫ですか？コメディって言ってもいろいろあると思うんですけど、どのような、スタンドアップコメディ、漫談であるとか、あとはコント、なんていうんですかね、出ますね、毎年途中で帰っていく人多かったので、短いお芝居もあるんですけれども、最近は、オカルトといいますか、事故物件という、まあ、人が亡くなった部屋で、生活をして、そこで起こった出来事をドキュメンタリーで喋っていく。およそ300メートル先、左方向です。もともとは日本の怪談話、怪談話でよく事故物件というのが舞台になって登場するんです。事故物件に借りてしまったがために枕元に女の霊が立っているだとか、ベランダに女の影があるとか、そういう日本の怖い話っていうのが昔からありまして、まあそうですね、怪談話から事故物件という存在は。やはり、まあ、数はどんどん減ることはないので、事故物件増えていく一方なので、まあ、安くても住むっていう方がいらっしゃるんだったら、まあ、需要はどんどんやっぱ増えていくとは思うんで。匂いやば、下水が下水かな、これ建物が年季入ってますね。値段が安い。これ若手芸人はお金がないので、やっぱり安い物件に住むということが、必要になってくると、まあ、それプラス、まあ、おかしな現象、ポルターガイスト現象であるとか、何か変わったパラノーマル現象が起きると、それがネタになる。どうやって亡くなられてるんですか？これがね、一応室内で孤独死なんですね、ここ。ああ、とりあえず鳥居の前に。そっから誰も住んでない？そっから誰も住んではないんですよ。いや、これやばいな。日本では事故物件は、誰かが一回借りると次に借りる人は告知しなくていい、事故物件じゃなくと言わなくてもいいっていう法律がありまして、でだから僕が事故物件直後の物件を借りて、僕の後に住む人は事故物件として借りなくてよくなるんです。で、まあ、その契約でその分安くしてもらってるという。僕は事故物件専門の不動産屋以外に大島テルというウェブサイトも使って物件を探していますね。借りれる場所というわけではなくて、そこで人が亡くなったという事実だけを、この工事している、分からせようといいますか、人が死んだ事実っていうのは消えないから。
的地は左側にあります。これやってます。じゃあ怖ないですか。どうぞ。はい、広いな。めっちゃ怖いじゃん。絶対出るやん。ここが亡くなられた場所かな。これが20年前ですか。これが20年前。そこ奥さんが夫婦で住まれてて、旦那さんはその後も少し住んでてなんですけども、結局夫婦で住んでたのになんでそんな発見が遅れたのかっていうちょっと疑問が。あ、そうですよね。そうなんですよ。そこから誰か住んでるんですか。そこからは誰も住んでない。誰も住んでない。はい。20年間。はい。でも事故物件になるんですね。はあ。電気消したらどうなるか見てみていいですか。ブレーク落とします。はい。いいですか。うわ、怖っ。なんか映るわこれ。すみません、あんまり申し訳ないと遅れたのは。いやいや、全然大丈夫な範囲です。それぞれのパターンを、いろんなパターンの事故物件をやっぱり住んでみたいなと思いますんで。あれ、どこや。ここはどこだ。あれ、あ、こっちだ。すみません。いろんな幽霊に会いたいという思いから渡り歩いてますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ、これ、こう。